はい、ということでね、コツの趣味部屋始まりましたが、早速箱の外観をね、回転して見ていただきましたが、今回ご紹介するのはメタルビルドからマシン英雄伝渡るから竜王丸。はい、こちらがついに出ましたね。いや、マシン英雄伝渡るはね、小さい時にリアルタイムで見ていたんですが、竜神丸より竜王丸の方が好きだったんですよね、まあ、形的にも、はい、プラクションシリーズっていうのもね、持ってたと思います。まあ、プラクションシリーズっていうのはね、まあ、調べてもらえば分かりますけれども、はい、で今回はね、そのメタルビルド化したっていうんでね、いやこれはもう買わずにはいられないでしょう。はい、まあ、箱がねもうね大きいし、何より幅があるっていうね、うん、竜王丸かかっこいい。いやもうこんでね、このバード形態にもなるんですよね、うん、変形できるっていう。まあね、私の動画はあえて変形はさせませんけれどもね、うん、簡単に紹介するんでね。はい、ということでね、早速ブリスターの状態まで持っていきたいと思います。はい、ということでね、ブリスターの状態もね、回転させてみてもらいましたが、あ、そういえばね、このメタルビルドね、竜神丸が先に出てるんですが、私そっち買ってないんですよね。だからね、渡るシリーズはこの竜王丸のが初めてですね、メタルビルドは。で、見たらめちゃくちゃでかいね。思っていた以上にでかい、竜王丸が。やばいぐらいでかいな。こんなでかいと思わなかったな。うん、で、シールドに交換用の手パーツですかね、うん、でこれが剣ですね。で裏に台座がね入っているといった感じですね。とにかくこの竜王丸がでかすぎるね。これはかなり迫力あるわ。では早速ね、取り出してみたいと思います。はい、ブリスターから取り出しました。まずはね、台座から見ていこうと思います。こちら、はい、バンとね、いやいいですね。竜に鳳凰ですかね、はい、竜に鳳凰のマーク、竜王丸ですからね、うん、で続いて支柱ですね、はい、うん、まあ、これは至って普通にね、メタルビルドの支柱、股間に入れるあのパーツです。盾ですね、はい、こちらこれはね展開しますね、はい、はい、こんな感じでね、うん、でこの盾なんですけれどもね、ちゃんと名前があったみたいですね。私当時から見てるんですが全然知らなかった。シーズシールドっていう名前ですね。放流剣を収めた盾、投擲や回転させての防御など使用頻度は思ったより多い、はい、っていうことらしいです。放流剣ですね、はい、これはねもうしっかりと彫り物まで再現されてますね。かっこいい。でこれを普通にここですね、ここにこうクイッとね、はい、収めることができると、うん、では肝心の竜王丸本体、こちらババンとね、いやでっか、いやほんと想像以上にでかいな。いや迫力がすげえ。いやもうね、この金のねメッキパーツがめっ
ちゃギラギラしててね、すっごい豪華に感じれますね。こことかね、で赤のメッキパーツも使用しているっていうね。で背面、背面はね鳳凰形態になるためのこのね顔が後ろについてますね、変身させませんけれどもね。いやすごいね、なんかここのねなんかふくらはぎのフィンみたいなやつ、これもなんか追加されててかっこいいね。こういうのって本編にあったっけな、いやーすごいね。でこれね爪ね、爪こうやって出せるんですよね。これはねブラクションでもそうでしたね、変形させませんけどね。で顔ですね、いや竜王丸って感じの顔再現されてますね、かっこいい。うわーすげえかっこいいな、いや素晴らしいな。しかもね結構やっぱ重量感がすごいある、いやこれは重い。はい、ではね早速台座とかね剣盾つけてポージングを決めてみたいと思います。はい、ポーズ決めてみましたが、このポーズにするまでにいろんなポーズをしたんですよ。もうまさにぶんどどしたんですけれども、なんかねこれといってね全然決まらないんですよ。で、まあ、台座ね、台座をつけてずっとやってたんですけど、なんかねいろんな本当ねいろんなポーズ撮ったんですよ。いろんなポーズ撮って、まあ、パケのポーズとかも撮ったんですけど全然しっくりこないんですよね。なんだろう、ガンダムと違って頭身が低いからなのか、なんかバランス悪いんですよね。でたどり着いた結果、これ台座に乗せる必要ないんじゃねと思って、普通に台座なしで地面に立たせた感じでこのポーズをつけたらやっとしっくりきたんですよ。いやまあこのねポーズに限ってはね、まあ、個人差でしょうけれども、私はねもう台座なしの方がこのかっこいいポーズ取れたなってね、なんか台座つけるとねやっぱそれなりにね高さが出ちゃうんで、で足も宙に浮いた状態になるんで、なんかねそれによってねなんか黄金比みたいなのが崩れちゃったのかなみたいな、そこまで難しい問題じゃないと思うんですけれどもね。ただこのね地面に設置した状態のこのポーズがもう何回何十回も繰り返したポーズの結果一番かっこいいなと思ったんでね、もうこのまま飾りたいと思います。自分が想像してたポージングができなかったっていうのはね、まあ頭身なんだろうな、ガンダムはねほんといろいろとポージングが決まるんですけれどもね、やっぱ関節数が少ないんですよね、このディフォルメしたわけではないんですけれども、この二頭身みたいな感じのロボット系はね結構やっぱポージングが難しいです。まあその中でもね、やっと自分の納得いくポーズが取れたのでこれでよしとします。では最後はね回転してねお別れしたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録、またね高評価コメントよろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。